パワーブック G3 はアップルが1997年から発売していたノート型マッキントッシュでモトローラのパワーピシー750シリーズを搭載したパワーブックのシリーズ後継機種として2001年にパワーブック G4 が発売されて販売終了となった初代のパワーブック G3 は パワーブック 3400C を踏襲した筐体を用いたモデルであり、外見的に変わり映えがしなかったが、当時としては高性能な新型 CPU、パワー PC750 が最大の特徴であった。アップルはこのモデルをパワーブック 3400C に引き続き、世界最高速のノートパソコンと宣伝した。パワーブック G3 シリーズからは14インチの LCD が搭載できる新しい大型の筐体を採用した。デザインは三次曲線を多用した流麗なもので、このデザインは2000年のパワーブック G3 まで細部に変更を加えた上で引き継がれた。ボディの左右に2つ拡張ベイが付き、拡張ベイには光学ドライブやストレージなどのデバイスのほか、2つのバッテリーを搭載可能である。 パワーブック G3 は、パワーブックシリーズの伝統だった高度な拡張性、曲線を多用したデザインと暗色のプラスチック筐体を持つ最後の機種であった。販売終了後も、長らく人気があり、パワー PCG4 へのプロセッサー乾燥サービスなども存在した。1997年12月に発表された、初代、パワーブック G3。コードネームは、カンガ。 動作クロック 250MHz の PowerPC G3 プロセッサを搭載している。先代のハイエンドモデル PowerBook 3400シリーズとほぼ同じ外見を持ち、ロジックボードもほぼ同じものを採用している。このため、CPU とシステムバスのクロックなど以外の仕様は PowerBook 3400シリーズと共通である。 メインメモリは 32MB エド D-RAM で、容量 5GB の IDE 接続のハードディスクを搭載する。ディスプレイは12.1インチ SVGA。戦術の通り3400シリーズをベースに CPU をアップグレードしたことから、PowerPC G3 搭載機では唯一、MacOS 10の動作対象外である。 1998年5月リリースの2代目モデル。コードネームは、ウォールストリート。この世代から、シリーズラインアップ化し、12.1インチ、13.3インチ、および14.1インチの3サイズ4モデルが、登場した。動作クロックは 233MHz から 292MHz。メインメモリは 32MB から 192MB。 HDD は最大 8GB。筐体は一新され、流線型が印象的なデザインとなった。ロジックボードの設計もパワーマッキントッシュ G3 のものをシュリンクした新型に変更され、PC66 ストラムへの対応、システムバスの高速化など、性能の全体的な底上げがなされた。グラフィックアクセラレーターも、より強力な ATI レイジモビリティシリーズに、 乾燥されている。1998年9月に PDQ と呼ばれるリビジョンアップモデルがリリースされた。拡張米を2機搭載し、その両方にバッテリーを装備したり、セカンド HDD の搭載も可能。また、このモデルからサードパーティーによるプロセッサーアップグレードも可能となった。第3世代となる1999年5月。 WWDC1999 にて発表。コードネームは、ロンバード。ディスプレイは、買いモデルが廃止され、14.1インチのみになった。このモデルは、全世代と似た筐体デザインを採用するが、ボディの厚みが削減され、重量が軽くなっている。キートップは、不透明黒色から半透明のブロンズ色となった。 動作クロックは333または 400MHz。2機の USB1.1 ポートが追加されている。メインメモリは 64MB、HDD は最大 6GB 搭載。上位機種には DVD ロムドライブと MPEG-2 のハードウェアデコーダーが搭載されており、DVD の再生が可能である。 スカジーポートを標準搭載する最後のパワーブックとなった。日本語キーボードから英語キーボードへの交換サービスが実施されていた。パワーブック G3 最終世代として2000年2月18日に発売されたモデル。公式名称はパワーブックであり G3 の名はつかない。コードネームはピスモ。外観デザインなどはパワーブック G3 と同じだが、 ロジックボードの設計は、PowerMac G4 の採用する、Core 99ベースのものに変更され、AGP 接続のグラフィックアクセラレータ、PC100 ストラムやウルトラダ、66への対応、FireWire 400ポートの追加、s c ジーの廃止など、以前とは完全な別物となった。その他、CPU のクロックが400、 または 500MHz に増加し、グラフィックアクセラレータには、a t i レージモビリティ128が新たに採用され、高速な AGP バスと相まってソフトウェアデコードによる DVD 再生が初めて可能となった。メインメモリは64、または 128MB、HDD は最大 20GB。CPU は、 ドーターボード上にあるため、一見容易に CPU をアップグレードできそうだが、ホストブリッジ、ユニエヌも同じボード上にあるため、実際には長らく不可能であった。しかし、本機の人気は極めて高く、ユーザーの要望が絶えなかったことから、その後一部メーカーがドーターボード上の CPU を直接乾燥することで、CPU アップグレードを実現した。 日本でも一部のショップが取り扱った。当時普及したデジタルビデオと本機の2機のファイアーワイヤー端子、広いスクリーン、外部ディスプレイ端子、アップルの開発した映像編集ソフト Final Cut Pro やクイックタイム技術の組み合わせにより、過半式ながら高度な映像編集も可能になったため映像分野にも訴求力を持った。2001年に、 パワーブック G3 シリーズに付属する AC アダプタのの一部で不具合が見つかり、Apple は自主回収、無償交換している。Apple G3 プロセッサ搭載のマッキントッシュ。pc.watch.impress.co.jp2018 年5月7日閲覧。米 Apple 新しいパワーブック G3 pc.watch.impress.co.jp2018 年5月7日閲覧 Apple 14.1インチ液晶搭載の PowerBook G3pc.watch.impress.co.jp2018 年5月7日閲覧 WWDC 基調講演レポート pc.watch.impress.co.jp2018 年5月7日閲覧 Apple Powerbook G3 の英語キーボード交換サービスを開始 pc.watch.impress.co.jp2019 年4月13日閲覧 Apple iBook Powerbook Power Mac G4 を発表 pc.watch.impress.co.jp2018 年5月7日閲覧パワーブック技術使用 apple.com ハットデュエリングパワーブック G3CPU アップグレーズハットファストマックプロダクト G4 プロセッサーアップグレードフォーユアピスもハットアップルパワーブック G3 の AC アダプタをリコールマッキントッシュパワーブック45 WAC アダプター、モデルナンバー M4402 が、該当品。ありがとうございます。